皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。楽天、ロッテ、東華、楽天モバイルパーク。ロッテは10日、楽天モバイルパークで楽天とのレギュラーシーズン最終戦を戦う。クライマックスシリーズ進出を争う楽天との直接対決で、結果によって2位、3位、4位と3通りの可能性を残しており、絶対に負けられない戦いになる。表、天国か地獄か決める、10決戦、ロッテを待つ、3通りの結末。CS 進出という条件だと、勝ちか引き分けでもよく、勝利が絶対条件の楽天よりもやや有利と言える。一方、CS を本拠地で開催できる2位に入るには、勝ちが必須。引き分けだと3位で CS、負けだと4位でシーズン終了という結末になる。また、絶対に2位に入らなければいけない理由もある。場内アナウンスの谷保恵美さんが、今季限りで引退。選手会長の増田直也投手が、帰ってきます、と約束した。最終戦に勝利し、もう一度アナウンスの機会は巡ってくるだろうか。どう思いますか？コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。